それは私が友達数人とそこにドライブに行った時のことです。皆で面白いところに行こうと車を走らせ、行き着いた先が栗から峠でした。前日の女の子もそのメンバーの中に入っていて、彼女からいろいろと話を聞いたところ、峠の真ん中あたりにある入り口が兜の形をしたトンネルが一番危ないとのことでした。皆でワイワイと話をしつつ、そのトンネルを通っていた時、何か少し違和感を感じました。トンネルの壁際、歩道のところに誰かがいるような。そっちの方に目をやると反射板が目に入りました。なんだと思ってると、彼女が誰かいると言いました。じーっとそっちを眺めて通り過ぎた後、なんか透明だったよというのです。私と彼女の見つめた先は同じところ、そして同じような反射板は他にもかなり間隔を詰めてたくさん設置されていたのです。なぜその一つの反射板に普段は全く感じることのない私が反応したのか、まだ分かりません。霊感の強い人といると影響を受けやすい。あまりにその場所が強かった、そんなことが影響したのではと思っています。